おっす、やハローにゃんぱす、どうも炭酸のお兄ちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらね、アニメ感想の専門のサブチャンネルも作ったので、下の方から、リンクで飛べます。そして今日やるのはですね、昨日がね電撃祭ということで、かなりアニメ化が決まった作品が多いんですね。で、そちらの PV とか、まあ、ホームページとかを見ながら、まあ、ちょっと軽くリアクション的なもの、まあ、ちょっと見どころがあるのかないのかっていうのも軽く紹介しっていうか、まあ、俺の感想ではございますけど、そちらの方をやっていきますので、よかったら最後までご覧になってください。はい、今日とか今回やるのですね、こちらです。昨日決まった、アニメ化が決まりました、サビ狂いでいいんですかね、サビ狂いのビスコです。史上初、このライトノベルがすごい。2019年、文庫部門総合新作で史上初のダブル1位、なんかすごい肩書きついてますね。疾風怒涛の冒険ファンタジー、ついにアニメ化ということで、冒険ファンタジーめちゃくちゃ好きなんですよ。はい、こんな感じでね、ツイッターでも、まあ、多分エシさんが出してるんでしょうね。はい、こちらが決まりました。かっこいいですね。ちょっとこのね、色の使い方がかなり、好みですね。こっちがヒロインかな、主人公とヒロインこんな感じですかね。まあ、とりあえずちょっと PV 見ながら、どんな感じか、まあ、PV 見れば一目瞭然なので見ていきましょうか。はい、このライトの色すごい。2019年、すごいですね。このすされてる感じ、いいっすね。電撃文庫さん。機械もあるし、なんか不思議な動物もいそうな感じですね。いい曲は流れてきた。お、何これ、ワイルドなおじさん。ダンディーズか。お、何、え、カニ、お、歯並びいいね。え、カバーがなんかロケット砲みたい。え、かわいい。早い。お、かっこいい、バイク。あれ？お、戦闘いいね。え、何今の、カビ？戦車がカビてた。かわいい、かわいい。え？え、なんつうか、何今の、キモいの。お、すげえ、それ、ヤドカリ？おぉ。すげえ火力。はい、ヘリコプター。なんか少年たち。え、何今の、クジラ？お、血だらけ。あ、錆びてる。お、いいね、このガズンって。いい演出だ。あ、スイカだ。あ、スイカを持ち逃げされましたよ。何その巨人。お、花江さんがいましたね。はい。ということで、大まかなストーリーはですね、すべてを錆びつかせる、錆び風が吹き荒れる日本。人々は町や生命を蝕む錆びに怯えながら暮らしていた。なるほどですね。この錆は、いわゆる、まあ、流行り病みたいなものですか。意に嫌われるキノコ守りの一族の少年、赤星ビスコは瀕死の師匠を救うため全てのサビを浄化する霊薬キノコサビグレイ、あ、タイトルになってますね、サビグレイを求めて旅をしていた。あ、シンプルでいいですね。旅の途中、海浜で出会った美貌の少年一子、ごめんなさい、読めない、猫なんとかミロもまた、大事な姉を蝕むサビの対処法を探していた。愛する者を救うべく二人の少年が手を取るとき、新たな冒険が始まる。人の心まではサビつかない。はい。つまり、このリムル様っぽいこの子は、女の子じゃなくて男。つまり、ダブル主人公スタイルなんですね。はいはい、ダブル主人公スタイルいいじゃないですか。好きですよ。コードギアスとかもそうじゃん。ダブル主人公ね。
数学と、まあ、ルーシュ、まあ、そんな感じで、ワイルド&ビケーみたいなね。はい、感じですね。そして、どうやらめちゃめちゃ期待されてるみたいですか。もうかなりさ、いい肩書き持ってるよね。総合プラス新作部門で、ダブル1位。つまり、ナンバーワン。これは面白くないわけがないですね。はい、スタッフはこうなってます。で、アニメ制作はオズですね。そしてメインキャストはこちらになってますね。はい。天下の今のね、今一番イケイケな声優さん、炭治郎でもおなじみ、花江さんが、出てます。この二郎役としてね、多分あの青い髪の方の主人公の役として出ておりますね。はい。ということで皆様、サビ狂いのビスコ。まあもう PV 見てわかる通り、めちゃくちゃ俺好みなんで、ぜひ楽しみに待ってみましょう。あ、多分今年中にアニメ放送されるかなと思ってますね。まあ、PV 出したんでね。まあ最悪来年ですかね。来年の春とかになるでしょうか。はい。ぜひ楽しみに待ってみましょう。そして Twitter の方もやってるのでね、こちらの方もフォローとかね。そしてこの、まあ、ホームページに来て、また YouTube で、PV とかも出てるので、ぜひ見てみてください。では、バイバイ。